株式会社西部総合企画は、埼玉県所沢市に本社を置く特定バス事業を行う企業。西部バスの子会社であり、西部グループに属する。工場、ショッピングモール、病院、学校など、諸施設への送迎バスを運行する特定旅客自動車、運送事業、自動車の運行及びその管理受けを営む。本校では、清掃業、警備事業を行う。 株式会社、西武スコットについても取り扱う。埼玉県南西部における特定旅客自動車輸送の需要の高まりを受け、1983年に西武バスから西武自動車株式会社として分社化し、1984年に特定旅客自動車運送事業を始める。1995年よりビルメンテナンス、清掃業を始めたほか、西武バスが 警備会社へ委託してきた沿線のバス誘導を当社の受託に切り替えるため、1996年に警備事業を始める。その結果、自動車運送専業ではなくなり、社名と実際の事業を合わせるため、1998年に社名を株式会社西部総合企画に変更した。2010年11月時点では、15の学校と18の団体に送迎バスを運行する。 2012年に会社分割により、旧法人の西部総合企画を株式会社西部スコットに社名変更して警備、清掃、ビルメンテナンスの業務を分離した。同時に新たに現法人の株式会社西部総合企画を設立し、特定旅客自動車運送事業を新法人へ、 遺憾した。旧本社が入居していた、西武第二ビル反応営業所2021年現在、都内1カ所、埼玉県内5カ所の、計6カ所に営業所を設置する。2019年1月現在、特定車両226両が在籍している。かつては、親会社の西武バス同様、日産ディーゼル製の車両が多かったが、その他、国産ディーゼル4メーカーの車両すべてが在籍する。 日産ディーゼル車は、親会社の西武バスと同様に、富士重工製の車体で導入していたが、富士重工のバスボディ製造事業撤退後は、西武バスと同様に、西日本車体工業製の車体で導入した。マイクロバスは、日産、シビリアンが多いが、日の、ディエッセ2や三菱不走、ローザも在籍する。小型車は、日の、ディエッセが在籍する。 d s c は路線仕様と観光仕様があり、西武バスからの中古遺跡車と自社発注車が在籍する。契約先の自家用から編入された車両もあり、西武バスではあまり見られない日野製のバスが在籍している。2007年時点の在籍車両は全171台中3分の2に当たる113台が UD 車であった。2010年6月30日時点では、 2007年より5台、増車し176台が在籍していた。車両のバリアフリー化にも取り組んでおり、2007年5月には、立教大学のスクールバス用にノンステップバスを導入した。その後、早稲田大学や星野学園などのスクールバスにおいても、ノンステップバスが導入されている。一部の車両は直接新車で投入され、各特定輸送先ごとの専用塗装になっている。 しかし多くの車両は親会社でもある、西武バスの各営業所や、西武グループの西武観光バスから転入しており、車種はバラエティ豊富である。路線バスからの転用者はその多くが、料金箱、出入り口表記等が撤去され、車番が変更されるなどの手が加えられているものの、一般路線用の車両と同様の、ササカラーと呼ばれる西武バスグループ独特の塗装のまま、使用されており、 側面には各特定輸送先の略称が入っている。輸送力の大きいワンステップバスが多く在籍しているがバリアフリー対応や新車到着までの補填としてしばしばノンステップバスが移籍する事例もある。かつてはツーステップバスも所属していたが東部工業界で使用していたイスズエルガのツーステップ車が引退したため西部バス下がりのツーステップ車は現存しない。 2014年度から西日本車体工業製の日産ディーゼルの車両の転入が始まり、西武バス下がりの車両の一大勢力となった。しかし、2017年度から日産ディーゼルスペースランナー A やイスズエルガのワンステップ車が転入し始めたため、西高ボディの大型車両が減少している。2019年度には西武バス、レリーマ営業所から ヒノブルーリボン式ハイブリッドが移籍し、同社初のハイブリッドバスとなった。各営業所に1台もしくは数台共通予備車というものが存在し、本部車が何らかの理由で運用できない場合に備えて配置されている。基本的には、西部バス下がりの車両で、側面に契約先の表記がなく運用時に、契約先が記されたマグネットを貼ることで対応している。 西山営業所所属既存者の代替で登場したい鈴、エルが所沢センター営業所所属西部バス下がりの4枚、折りと車は、スクールバスで重宝されている。2016年4月1日からは、川越営業所に鈴ガーラが2台導入され、同営業所が、星野学園小学校、中学校、高等学校へのスクールバスとして運行している。このバスは、トイレのほか。 PCS やアクティブセーフティシステムを備えており、同学校へのスクールバス路線としては、比較的長距離の運行となる、JR 高崎線宮原駅、JR 宇都宮線東大宮駅と学校を結ぶ、路線に各1台が充当されている。なお、このバスは、星野学園の運営する、川越東高等学校へのスクールバスとして、利用されることもある。 埼玉女子短期大学向けにも、伊スズガーラが登場し、桶川駅発着の便で使用されている。西ブスコットは、西ブグループ各社における警備業務、清掃業務を請け負うほか、ビルメンテナンス業、病院内の清掃、消毒業務、運輸に関する受託業務、観光総裁場など貸し会場の経営を行う企業である。社名は、 安全安心な快適環境を意味するセーフティーケアコンフォートアトマスフェアの頭文字を取ったものである。1995年6月、西武バスの車両と営業所の清掃を旧西武総合企画が受託し、清掃事業を開始する。翌1996年5月、西武バスが警備会社に外注してきた沿線のバス誘導を当社に受託させるため、 警備業務も開始した。西部グループ各社施設の警備、清掃を受け負っており、警備員数は2010年時点で約500名を要する。警備節減と合理化のため、他社に外注していた警備業をグループ会社化したことにより、警備事業の2009年度の売上高は16億円を超え、当社の事業に占める割合は最大のものとなった。大宮アルシェや軽井沢は、 プリンスショッピングプラザ、ナスガーデンアウトレットの警備、清掃は当社が受託している。2011年1月現在、西武鉄道沿線の駅や、ほとんどのプリンスホテルの警備を受託している。2012年10月1日、旧、西武総合企画が、株式会社、西武スコットに変更され、プリンスホテルのグループ会社となった。ありがとうございます。